おう、どこに行く？よこの状態に持っていくためには何をどう作ったらいい？どうだライザー、他力本願だな。アンペルさんも一緒に考えてよ。いや、調合の理論を戦わせるのは楽しいが、実戦の方はずるいな。もうこの調合が成し遂げられるならもう私。何か言った？アンペルさん。いや、何も。でもなんとなくつかめてきた気がするんだよね。こういう力が溢れてくる材、思いつくことがあるなら片っ端からやってみろ。うん、何はともあれまず実行だね。何が起こるか楽しみだな。おう、どこに行く？よし、行くぞ。なるほど。やめてよ、目が回っちゃうでしょ。よっと、きついな。う、気持ち悪くなるじゃないか。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。うわ、いいもの、でき、うわ、いい感じかも。どれがいいかな。これで、さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。力が伝わってくる感じ。これなら島の動力になるんじゃないかな。持って行ってみよう。おう、どこに行く？よし、行くぞ。できたよ。これなら動力に使えるんじゃない？おお、なるほど。確かにこいつは力を感じるな。見た目もここに使われているのと同じ。じゃあ早速使ってみてよ。わかった。じゃあこいつを代わりにはめ込んでみよう。どうかな。よくはないね。え、そんな。僕には錬金術はわからないけど、装置の具合を見る限りライザの石は今の力とほとんど同じくらいかな。これだってひら、でも方向は間違ってないと思うんだよ。タオ、可能な限り装置の出力を上げてみろ。
え、もういつ止まってもおかしくないくらい。ライザが感覚をつかむ方がこの場合は重要だ。あ、はい。ライザ、せいぜい5つ数えるくらいだ。いいよ、よろしく。さあ、来い。行くよ。これを探す感じだ。どうだライザ、うん、見えた。弱り切ったり、うまくいったってことで。うん、待ってて、タオ、すぐに。おいおい、あまり焦るなよ。分かってる。やれやれ、本当に分かってるのかね。頼むよ、怒らないでよ。どこに行くのかね。よし、行くぞ。何作っちゃおうかな。どこに入れようか。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。ちゃんと考えないとね。どこに入れようかな。うわ、いいか、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 いいもの、できそうな予感。どれにしようか。これでうまくいくかな。悪くないんじゃないかな。どこに入れようかな。いいもの、できそう。いいか、そう。いい感じかも。そう、いいか、そう。いいか、そう。いい、いいもの、でき、いいもの。どれにしようかな。これで、さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。どうしようかな。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。次はどうしよっかな。どうしようかな。どこに入れようかな。どこにしよう。どこに行くんだい。よし、行くぞ。ライザが先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。植物はたくさんあって困ることはないよね。
再生の植物は食べられる。毒のあるのもやり方によってはな。よっ、これなら余裕だね。行くよ。そこ今だ。せっ、行くよ。そこ、そこ、おやおや、ライザ行くよ。今だ。ライザ頼んだ。せっ、行くよ。さあどんどん進もう。よーしょ。よし、あった。石から金属を抽出する作業はいかにも錬金術らしくて楽しいものだぞ。糸って結構貴重品だよね。作るの大変そうだもん。そうだ、たくさん見つけられれば大儲け。これなら余裕だね。行くよ。そこ、せ、行くよ。今だ。ライザ、隙を作って。そこ、なんだライザ頼んだ。そこ、行くよ。今だ。行くよ。レント、任せた。今だ。今だ。食らっとけ。行くよ。今だ。そこ。今だ。せっ。おや。ライダ。せっ。そこ。これくらい当然さ。これなら余裕だね。そこ、そこ、行くよ。そこ、そこ、せ
作って。そこライザ頼んだ。そこみんな一緒に決めるよ。当たると痛いよ。おや、そこさあどんどん進もう。大事に使わせてもらおう。よーいしょ。木々もこんな色ではなかった。もう戻ることはないのか。よーいしょ。かじるだけでも多少の薬効があると聞いたことがある。肩ならしにもならねえな。今だ。おや、そこ、こっからだよ。ライダー、僕も続くよ。せい、ライダー、頼んだ。そこ行くよ。そこ、そこ、おや、おや、ライザ、気をつけて。そこ、そこ、せい、みんな、ライザ、頼んだ。気をつけて。今だ。そこ、せい、これで仕留める。これくらい当然さ。よーいしょ。これ毒があるんじゃねえのか。おいおい、触っちまったけど大丈夫かよ。いけるよね。そこ行くよ。今だ。行くよ。ライザを伝うんだよ。どうだ。そこライザ、隙を作って。行くよ。そこ、そこ、行くよ。そこライザ、そこ、行くよ。おや、おや、一気に畳み立って。ライザ、頼んだ。隙を作って。それそれ、今だ。そこ、そーれ、次は俺の番だ。おや、そこ、おや、行くよ。さあ、どんどん進もう。よいしょ。よいしょ。どんな毒でも毒は、これならいけるよね。せい、そこ行くよ。そこ行くよ。頼んだ。
ライダー隙を作って。せえな今だ。せえな行くよ。せっ行くよ。そこレッド任せた。くらっとけ。ライダー、隙を作って。そこそこ行くよ。おやおや行くよ。今だ。みんなライダー、頼んだ。隙を作って。当たると痛いよ。せっそこおやこれで仕留める。次は俺の番だ。そこ行くよ。そこそっ一気に畳みかけるよ。光の雨だよ。さあどんどん進もう。よいしょ。よーいしょ。これ毒があるんだよね。おう、どこに行く。よし、行くぞ。どうしようかな。どこにしよう。何作っちゃおうかな。どこにしよう。どこにしよう。いいものできそうな予感。ふおいいカプオいいカプオいいカプオいい感じかも。いいものできそうな予感。どれがいいかな。これでいい。さあどうだ。やったできた。少しは成長できたみたい。どこにしよう。さあ何を入れよう。うおいい感じかも。さあ何。うおいい感じかも。何を入れるのか。いいものできそうな予感。さあ何を入れ。いいものできそうな予感。さあ何を入れよう。新しいものができちゃいそう。さあどうだ。できた。バッチリ。昔の力を取り戻せる。どこに行こうかな。よし行く。アンペルさん、タオできたよ。これは前に持ってきたものとはまるで違うな。うん、錬金術ができない僕にも分かる。うん、それじゃやってみよう。お前たちが今までやってきた全てが。プレッシャーかけないでよ。タオ、準備はいい？いつでもいいよ。さあ、蘇って私たちのふるさと。
が回復する。すごい勢いだ。潮流を見ながら水位は現状を維持したまま島の位置を元に戻る。島全体に力が行き渡っていくのが分かる。さあ仕上げだ。炭水化装置を動かすよ。地表への放水開始。わからないけど、うまく行って自分の目で見てこい、二人とも。うん、行こう、タオ。あ、待ってよ、ライダー。見事だ、錬金術師ライザリンシュタウト。自分の目で確かめてみろ。ああ、ちゃんと真水だよ。おめでとう、ライザー。地区の噴水塔から水が溢れてる。やったな、ライザー。うん、でも休んでる暇はないよ。オーレン族に水を返しに行かなきゃ。行くの？よし、よし、行くぞ。ここでは普段の常識は。どこに行くんだ？よし、行くぞ。ボウス、無事にキロさんのところにたどり着けたかな？俺が鍛えてやったんだぜ、大丈夫だ。ん？ボースがって。ああ、ボースが一人でキロさんのとこまで古式秘具を持っていくって話。は？ボースが一緒に来ないのはおかしいと思ったけど。いや、それが持ってないんだよね、カバン。何考えてんのよ。大事な古式。そうだよ、フィルスタは統率をなくしてチリジリになったけど。やらせてやれよ。だからって。遅かったな。ケロッとした顔しちゃって。もう。ようこそ
良き錬金術師ラリ。なんだか変な方。水源はこっちだ。ついてきてくれ。なんてあっけない、ガラスの壺を割ったみたいな音。これを割るためだけに彼女ら王連族は一体何百年。これは水の流れる音。昔と同じ聖地の息吹を感じる。ああ、水さえ戻れば。でかい仕事をまた一つを。やったー！すごいアライザ、何もかもがぴったり、うまく収まったんだね。よかった。洪水みたいにドバって水が溢れたらどうしようかと思ってたんだ。なんでそんな心配してんだよ。おい、引っ張るな。溢れさせていいんだよ、感じた。そうだな、今くらいは。約束は果たされた。この込み上げるものが。最後はいよいよ門の封印だな。この異界から出て入り江に向かうぞ。ありがとう。すまないが。ねえ。どこに行くのかね。どこに行くのかね。よし、行くぞ。何もかも腐ってるように見。さあ、すべての仕上げだ。門の封印作業に入る。具体的にはどうするの。門の周囲に一定数とあるものを配置し直す。
繊細な調整が必要な、平たく言えば面倒な作業だ。本来はこの建物、それで人知れず門が動き出して、ところでそのとあるものって何？そこら辺に転がったり沈んだりして、え、それってまさか。ああ、かのクリント王国が作り出した。さあお前たちにも手伝ってもらうぞ。石材を運ぶんだ。僕もう力仕事は。よし、これでこの門は完全に静的な状態となった。封印完了だ。こんな石材を配置しただけでいいの？石材崩壊で即門が開いたのはクリントを。そういうこと。完全に停止させてしまえば。ボス、今更だけどいいのか？彼女はこれからも聖地で森と聖地の本当の名も教えてくれた。そうか。みんなお疲れ様。これで本当に。どこに行くんだ？よし、行くぞ。ところで、これから村は水をブルネン家に頼る必要がなくなるはずだが。どうって、大して変わらん。しょげるのも最初だけで、どうせすぐ水以外の方法でも。私たちの命をかけた大冒険って、その程度。それがなんてことないものを守ったってことなんじゃないのか。かもしれないけどさ、せめてお母さんに怒られなくなる程度の報酬はあって。ねえライザ、少し前お父さんが中央に出してた販路の申請が通った。それが？お父さんのこの島での仕事が終わったから、私もうすぐ次の土地に行くの。え？クラウディアに先を越されたか。実は俺も武者修行の旅に出ようかと思ってんだ。私たちもそろそろな。ああ、次の遺跡探索に立つ頃合いだ。僕もボスから一緒に王都に留学しないかって誘われてて、受けようかと思ってる。みんながここから。ライザ、ごめんね、言い出す機会がなかなか見つけられなくて。謝ることでもないだろう。クラウディアの場合、自分の意思で決められる。私たちの方は門の封印も終わったし。俺も今がそのタイミングな気がしてよ。タオはともかく、ボスの方、クリント王国の研究をするつもりなんだってさ。僕らは準備もあるし、もうしばらくいるけどね。そっか。お別れパーティーしないとね。ライザ、私たちじゃご。
どこに行くの？よし。ライザ、友達とのお別れ会に行くのかい？うん。あ、今からもう先。いや、そうじゃなくて、うん。何お父さん、変な顔でうなっちゃったりして。泣いちゃダメだよって励まそうとしてるんだよ。強がったって私たちには隠せない。楽しんでおいで。どこにも行かない私たちが帰りを待っているから。お別れ会が無礼講だからって電気。もう分かってるってば。どこに行くの？よし、行くぞ。どこに行くんだい？よし、行くぞ。お客人だけでなく悪ガキどもまでほとんどいなくなるか。別に私は寂しくなんか。お待たせ。この手の手続きってなんであんなにややこしいんだろう。タオが王都へ、しかもボースと一緒に留学とはな。行くって決めただけでまだ行けるとは決まってないけどね。特別待遇が受けられるよ。試験を頑張るよ。クリント王国の文字をスラスラ読めるんだし、もうご…どこに行こうかな。よし、行くぞ。どこに行くんだい？よし、行くぞ。よし、今日はここまで。この程度でへばるなよ。頑張ります。随分と熱心だね。荒事が向いてなくても最低限使える程度に。モリッツさんは？ああ、ただ威張ってたわけじゃないことを自分の働きで示せと言ったら、あの人も働き者なのは間違いないからね。で、お別れパーティー来るでしょ？来ないなら俺が引きずっていくとレントに脅されたからな。うんうん、素直で。どこに行くんだい？よし、行くぞ。君には娘が本当に世話になった。こちらこそ。錬金術師として村に認めてもらえる助力を。できれば旅の空の元にある娘。もちろんです。私たちは一度待たせている。はい、クラウ。そっか、信じさせてもらおう。ライザ、準備できたよ。行こう。うん、それじゃ失礼します。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。
なあ、あの地震からこっちすっかり寮も元通りさ。まさかあれも錬金術の仕業とか言わないよな。まあ困ったことがあったら今度からはライザに直接行く。リラ、行こう。ああ、それじゃあな。またね、お姉ちゃん。もう魚も湖に戻ってきたのかな。ああ、生き物ってのは単純なもんだ。都合のいい環境になればいくらでもやってくる。どうやら後始末も全て終わりだな。じゃあ行こうか。おう、どこに行く？よし、行くぞ。ねえ、そうだね。そうだね。うんうん。どこに行こうかな。よし、行くぞ。どこに行くのかね。よし、行くぞ。
こいつが武者修行に行くとか言ってる。なんだよその言い方は。ううん、あた自分で。あのピープ親父みたいにってのは気に食わねえけど。はあ、一発の口を叩きやがる。ああ、目一杯好きにさせてもらうぜ。さっさと行っ。どこに行くんだ。どこに行くのかね。どこに行くの？よし、行くぞ！